小林麻耶さんが改名をしたらしいです、はい、興味ないですか？あんまり興味はないですけどもっと興味持ちましょうよ小林麻耶に。小林麻耶さんから国光麻耶さんになったみたいです。へえ、はい、まあ、最近のニュースはそれぐらいですかね。少子化とかじゃないですかそれはもうなかなか難しい問題ですよね、うん、いや、まあ、僕は、はい、保守派なので、はい、あ、保守派というか別に政府がどうとかの保守ではなく、うん、あの 国って大事だよねとか、はいはいはい、まあ、じゃあ保守っていうと国体みたいな話になってくるんですけど、はい、そうじゃなくて、まあ、昔から皆さんがやってるスタンダードと言われるものを守っていくのが、うん、まあ、多くの人の幸せを保つためのもので、うん、はい、うん、まあ、そうなるためには、まあ、結婚っていう制度があってとかを守っていくのがいいんじゃないのっていう人なので、はいはい、僕は結婚はいいものだと思っていて、うん、今も特に結婚いいものだと思いますか？結婚は別に結婚をいいものってはしたくない。ああそうですか。はい、あのそうじゃない人たちがいるから。ああなるほど、うん、僕はいいとかでだったらまあ問題ないけど、はい、僕はいいものだと思っていて、うん、で結婚っていいよねって言ってる人がいないと思っていて、うん、結婚別に言わなくていいんじゃないですか。やだよねの声はたくさん聞くじゃないですか。墓場だよ、いいよねっていう、墓場だよっていう声。あ、この間なんかそういうのを見たよ。どうぞ。あ、それ知りたい。あの結婚は墓場か問題、はい、どうぞ。墓場か問題じゃなくて、はい、人の自慢話って聞きたくないじゃないですか。あー、なるほど。結婚いいよね、楽しいよねって言うと、はい、って思う人がいっぱいいるって話ですよなるほど。だけどなんか苦労話って聞きたいじゃないですかまあ、僕もどっちかっていうとあの苦労自慢の方がしたい方です。で多分そういう人が多いからそういう声が多くなるのはまあしょうがないよね、そういうもんだからってなるほどね、はい、いいか悪いかじゃなくて、はい、自慢話なんか聞きたくない。あの、あ、じゃあ結婚っていう言葉じゃなくて、はい、要は男女が長い間一緒に自然にいられるっていいよねと思ってるんですね、うん、でもそれをいいよねっていうと入れない人たちがじゃあなんでいいって言うんだよって。なるほど、僕がいつも言うやつですねなるほど。だからいいとかって言っても多分始まらないんじゃないかな。なるほど。自然といいと思って結婚したらいいって話ですよなるほど。じゃあでこの墓場だよっていう声ばっかり聞くと、うん、結局その結婚がコストパフォーマンスになっていくんですよ。でコストが悪いみたいな話になって、うんうんうん、みんながしないみたいな話になり、うん、少子化っていくんだろうなって思うんです。思ってる人です。僕はだから、はい、コスパ良くしたらいいんですよ。結婚をコスパ良くしたらいい独身よりも。あ、で、うん、昔から落語ではそれを言ってるんですね、はい、いや一人口では食えないけど、うんうんうん、二人口なら食えるよって言って、うんうんうん、で確かにその貧乏人でも二人が一緒になって、うん、幸せになるみたいな、うん、その幸せの形が幸せと感じるかどうかは別なんですけど、うん、で要はその少子化って別にその先じゃないですか。子供を作れですよね。はい、で2人では1人も2人の方がコスパいいよねけど、うん、1人増えるとコスパ悪くなるもう2人増えるとコスパもっと悪くなるみたいなって感じる人がいるっていうことですね。感じるっていうか、まあ、コスパはコスパじゃないですか。計算したら絶対1人の方が楽ですよ。 お金はね。お金はそれ以外でも得られる部分ってあるじゃないですか。そこはまあ価値観の問題じゃないですか。でその価値観、そうすると、はい、独身でも得られるものあるよって怒る人はいっぱいいるんですよ。なぜ怒るかねそうやって言うからじゃあだから価値があるってしちゃいけないって老子が言ってたじゃないですかでも、うん、少しでもそれは発信しないとさ。でも価値があるな、だからこう分裂するって話ですよ。あとこっちも価値はあるって言ってもいいんじゃないですか。こっちも価値はあるっていうとこっちが価値がない、相対価値って相対的なものですよねって、多分前回までの老子の中でOK、はい、謝ろう、ここは僕が謝るが、うん、でもなんかそ僕は今、うん、結婚をして子供がいて、うん、はい、でこちら側のいるものとしては、うん、あまりにもそのなんて言うんだろう、この結婚に対して、うん、
ネガティブな情報の方が多いなって感じてるんですね、うん、そのでもそうでもないんじゃないですか。そんなこと気にせずみんな結婚する気はするんですよ。で今僕はその少子化の問題になったので、うん、問題がそこって思ったんですけど、で少子化は多分金ないよねって話じゃないですか。お金は僕もない、うん、確かに。でちょっと2人は厳しいよねみたいな、そういう話にはなりますよね。なるんじゃないですか、はい、3人はちょっと厳しいよねみたいな、はいはいはい、はい、2人まではないけるけどとか暗くなってきましたねで、まあ、そこしかないんじゃないかなとは思うんですよ。少子化対策そこをなんとかするしか。今なんか、うん、介護士がオーストラリアに渡って、はいはい、うん、年収800万だみたいな話は聞きますね、はい、で向こうでそういう組織を作るみたいな、うんうんうん、すごい楽しいですって、うんうんうん、なんでしょうねこれはまあ最低時給も全然違いますもんね日本と。っていうと向こうは物価もそれなみそれに従って上がってるっていうこと。上がってるってことは相対的に考えると、うん、給あでも日本も違うんですよ。日本は給料下がって物価が上がってる。上がってますもんね小枝もポテトチップスもどんどん量は減ってますもんね両方上がればまあ、ウィンウィンですね、はい、で両方下がるのがデフレじゃないですか、はいはいはい、で日本はこう上がって下がってるんですよなるほど。家買っちゃったからな俺、はい、もう離れられないんですよ、うんうん、日本頑張れという、まあ、先ほども、はい、隊長から話があった、はい、うん、価値を見出すと、はい、それがそう相対するものとなり、はい、光と影が生まれると生まれるという話ですね。いいつかみでしたかね、はい、確かにおっしゃる通りでした、はい。